もうやめようと思って。何をですか、やめるって。トリオ。勘弁してくれよ。いや、芸人はやめないよ。は？で、俺は。珍しい。やめろや、やめるんだったら。おもちゃだって辛い時あるだろうがよ。トイストーリーの安心感、お前。お、林さん。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いいなぁ、やってる。林さんのためにオープンしてます。大丈夫だって。あ、何人かいるんですか。一応対マンなんで、1対1。あ、はい、お願いします。あら、紙袋持って。はい、お願いします。チャリできたね。あ、らしいですね、うん。チャリでどんぐらいかけてきたんですか。30分ぐらいってこの Google マップで出たから、はいはい、だからチャリンコでバーって来たらさ、はい、7、8分経ったぐらいにさ、はい、豪雨がぶわー来てさ、ついてないですね、うん、はい、これ戻ったら電車でもう間に合わないし、うん、はい、あっちの方がちょっと晴れてたからさ、ゲリラもゲリラっすね、そう、人力車側が晴れてたからめちゃくちゃ急いだよ。でもやっぱ空ってでかいよね、はい、でかいっすね、うん、雲は抜けなかったね。、うん、雲のスピードにはかなわなかった、かなわなかったわ、もうびっしゃり濡れてさ。でも30分のところ20分で来れたからね。加速で急いだから。すごいっすよ、雨降って早めに着くってなかなかないですよ。森本くんのさ、はい、ライバルって誰なの急に、うん、まあやっぱりツッコミの芸人さんは全員ライバルだと思ってやってますよ。浜ちゃん。はい、浜ちゃん、ダウンタウンの浜田さんのことですか。え、違う、俺の地元の。あ、じゃあ違いますね。浜田さん もう恐れ多すぎて違うし。そっちの浜ちゃんはより違います。すごいよ、はい、俺の地元の浜ちゃんツッコミなんですか。うん、すごいツッコミよ。地元のツッコミってちょっと信用ならないですよ。、はい、ゲームやる。あ、ゲームやりましょうよ。ゲーム、まあちょっと最初説明するわ。あ、絶対お願いします。はい、あんまないんで説明なしゲーム。韓国ドラマとか韓国映画っぽい、うんうん、そのタイトルを言うっていうゲームなんだけど、はあ、例えばでも俺があって言ったらあから始まる。うわ、なるほど、縛りもあるんだ、うん、そうで言って、それちょっと韓国ドラマっぽくないなってなったら正面、正面、うん、罰のこと正面って言ったら、うん、はい、で OK だったら次は森本君が俺に50音を言ってくる。なるほど、うん、それをじゃあちょっとやってみようよ。せ、あ、待って、こんな考えていいんだ。え、俺だってもう濡れた状態でやってんだ。いや、それずるいわ。そんな、おい、濡れを言い訳にしだしたら終わりっすよ。そりゃないぜ。嘘、急にせばさ、セックスって出ちゃったから。あ、言っちゃダメだ、あんた、もう出ちゃったの。それでも思考が止まったんだよ。え、じゃあいいですか。な、なぜか私は未来まで。でも知らず知らずに未来へタイムスリップしちゃったみたいな。そうそう、あるでしょ、あるっぽいでしょ、なんか。なぜか私は、あ、なぜか私は未来、うんうん、け、今朝あなたはいなくなった。お、いいね、いいね、いいんだ、いいね。褒めて伸ばすタイプだ。結構いいね。結構いいです、うん、嬉しい。2、2秒間の人生。即死じゃねえですか。俺が2秒間のって言った時によっ、みたいな。やめてね、そのなんか。いや、素晴らしい髪の毛だったから。緊張してる。2秒間のよっとか言うとさ、おってなっちゃうから、こっちもさ構えちゃうから、それはリラックスさせてよ。確かに2秒間のおって言った瞬間ちょっと首伸びました。そうだろ。はい、うん、田舎には帰りません。ちょっと弱いかな。ちょっと弱いんだこれ。まあまあいいでしょ、ちょっと弱いけどね。え、エクスキューズミー、私は謝ることで全てをなくしました。ひでえ。ただエクスキューズミーの後ホニャララでしょ。サブタイトルみたいなことでしょ。その試みはとても好き。分かったでしょ。でも分かった分かった。コメディだな。コメディ目、メイビー。
私なのかもしれない。返してきたね。ほにゃららで返したでしょ。そりゃなんだよ、伸びてんな。もうどれぐらい歩いたろう。冬。やめよ。なんで北の国からシステム採用したの急に。終われないと思って。確かにただのセリフだったもん。もうどれぐらい歩いただろうは。あ、ちょっと1個言い忘れたんだけどさ。何でしょう。今日ね3つ、はい、普段の林じゃないのよ今日。え、そのアハ体験的なことですか。アハ体験って何。知らないんだ。嘘。いないいない。アハアハってやつ。違います。なはなはは知ってるけど。アハアハ違います。あ、ボケ方ジジイ。え、普段と違うんですか。うん、だから普段裸眼なのにカラコンしてるみたいなこと。あー、そうか、うん、え、なんだろう。まあ、それがその分かった時に言って。分かりました。3つあるから。3つもあるんだ、うん、全然分かんない、うん、じゃあどうする。え、走る。走る、うん、動きの面白さ。ちょっと林の動きの面白さ。動きでもすでに笑えるみたいな。じゃあ動物言って。その動物になる。ごめんなさい、走るってのはもうやめたんですか。やめたよ。あれもキャンセルだったんだ、うん、走れないし。じゃあ象。象、はい、面白い象ね。あ、普通の象だよ全然。ペーン。象で手横に伸ばす人初めてかもしれない。だいたい前だけどね。まだ始まってないよ。あ、始まってないですか。からなんだ、うん、外すか。いや、そんなそこまでしなくていいですよ。し、外れてる。外れたらプランってなっちゃいますけど。外れてないからこそまっすぐに保てる。え、やりづらいな。嘘、うん、座ろう。外しとるという手。え、座ろう。一回座ろう。え、ゾウどうなったんですか。ゾウ消えた。今日なんかできない。結構キャンセル多いっすね、うん、はい、あの見切りで走ってるからさ、こっちも。あ、やっぱり、うん。どういうお仕事が好き。一番、あ、でもこれめっちゃ好きっすよ。え、林さんはどんな感じなんですか。いや、これが一番楽しいね。そうなんですか、うん、俺毎日毎日が楽しいからさ。あ、今日が今一番楽しい。ずっと更新してて。で、明日がもしかしたら一番楽しくなっちゃうかもしれないけど、はい、俺さ、はいはい、うん、準備してないの。え、カラリュックだ、うん、さっき買ったわけじゃないですよね。え、カラ紙袋だ。なんでカラのやつ持ってきたか分かる。え、わかんないです。なんでですか。今日の思い出をいっぱい詰め込んで。あ、やかましい。いや、いいっす、いいっす。そういう時って大体密閉できるやつ持ってくるんですよ、うん、その思い出ってあんま質量ないんで。こう、こう長ネギ、長ネギパターンがあるじゃん。ここ長いのかなっていうのも予想してる。ああ、そうか、うん、入りきらないやつね。そうそうそう、うん、よし。河川敷か。あ、うわ、分かった。え、1個分かった。何が。なんで半分だけ足の毛剃ってんだよ。これだ。正解しなきゃよかったよ。すごい、久々の江戸。素晴らしい、1個クリアだよ。いや、なんか変だなと思ったんだよ。全部剃っていくからね、ここまで。嘘。うん、こっちだけ綺麗に剃ってんだから。なら綺麗なおみ足で、うん、こっちほら、な、うわー、気づかれんの嬉しいね。その喜びも気持ちよさもかき消すほどのグーでしたね。これ嬉しいとやっぱ出ちゃうのよ、人のが。あ、よくないっすね、その癖。え、なんで。それはパクリになっちゃうんで、なるべくオリジナルがいいんじゃないですか。え、でもその人より面白かったらどう。現に超えてはなかったので、江戸さんを。嘘でしょ。はい、江戸よりだいぶ令和になってきてない。そういうことじゃなくて。いや、ずっとジジイのユーモアだな。ジジイだもん。ジジイだもん、それは。ジジイ、自己申告ジジイ。ジジイだもん。え、助けてくれよ。はい、助けてくれよ。急にスイッチ入ったな、おい。なんすか。ジジイだもん。
だってさ、なんかやらなきゃなってなってさ、足の毛剃るんだぜ。ジジイじゃねえかよ。ジジイでもないっすよ。なんだったら OL に近いっすけど。足の毛剃るわ。もうやめようと思って。何をですか、やめるっての。トリオ。勘弁してくれよ。え？ダメですよ、今年準決勝まで行ってるんですか、キングオブコント。そう、今年ね、そう言っても今年でもうダメだったら解散しようと思ってた。え、これ実際にっすか、うん、やめ方わかんないんだよ。誰に言えばいいの。やめますって。ねえ、この芸歴の人みんなそうよ。誰にやめますって言えばいいのかもわかんないしさ。高松さん会以来の気持ちだぞ、これ。なあ。高松さん、これでやめてったもんな。やだよ、もう。いや、芸人はやめないよ。は？俺は。珍しい。やめろや、やめるんだったら。なんでだよ。なんでわざわざ解散してやめねえんだよ。意味わかんねえ。何ピンでやろうとしてんすか。ピンで何すんのよ。何ができるっつんだよ。なんかさ、みんなにさ、なんか生かしてもらえないかな。え、別にトリオやりながらそれね、みんなの力をお借りしてやればいいじゃないですか。一人の人生じゃないんですよ、もう。辛いな。どうだったんだよ、さっきの毎日楽しいを更新してるっていうの。あれ何だったんだよ、マジで。明日はもっと楽しくなるかもしれねえって。虚像だよ。は？虚像。芸人って楽しいなっていうのはもう、みんなが作り上げた虚像。嘘ついてたってこと？さっきまでの。頭では森本君と喋ってんの楽しいし、はい。いいじゃないですか、それで。でもさ、はい、ちゃんとやっぱ、ジジイだな、ボケが、とか言って、あ、俺ジジイなんだ。それ刺さってたのかよ。そうだよな、ジジイだよな、そうだよな、あってなるじゃん。ねえ。いや、それはじゃあごめんなさい。撤回します。いや、謝んなくていい。それが事実だから。いや、でも、みんなが、こうやっぱ林さん好きだから、それこそ東野さんだって林さんをこうすごいフィーチャーしてるじゃないですか、 YouTube とかで。いや、新しいおもちゃ見つけたのと一緒だよ。いいじゃないですか。だって価値のあるおもちゃだと思っていただいたわけでしょ、東野さんに。おもちゃだって辛い時あるだろうがよ。トイストーリーの安心感、お前。森本、こっちに来るなよ。こっちに来るなよ。向こう岸の住人。ああ、絶対こっちに来るなよ。いや、そっちも楽しいですよ、絶対。別にここに何か隔たりがあるとも別に僕は思いません。優しいよな。笑われて笑われて、その先に自分たちの笑顔があるわけじゃないですか。笑顔のまんま。いや、いいですいいです。しかも誰が仕掛けてるんですか。え、吉本や。いや、そうかもしれないけど。誰が歌い始めてるんですか。辛いんだよ、本当に最近。いや、まあそういう時ももちろんありますよ。でも楽しい時ももちろんある。それが人生じゃないですか。楽しもうか、せっかくだからね。そんな、辛い辛いって言ってもしょうがないから。あと2どこなんだよ。ん、あと2のいつもと違うポイントどこなの。これはなかなか分かんないかもしれない。1個だけ。じゃあいいですか。昨日というか朝、ニンニクを5個食べてきた。なんだよそれ。だから臭いなって言ってほしかったんだけど、の割にはそんな臭くないっすね。だから俺ミンティア食べちゃった。なんで調和した。臭いって思われたくないの。中和させて。自分の中で口の中気持ち悪いなと思って、さっきミンティア結構食べた。自分が不快になっちゃったから中和させたんだ。これはちょっと言いたくなかった、ごめんね。やっぱりもう一個気になりますわ。言っちゃおうか。じゃ あもう答え合わせしてくれるんですか。うん、はい、ここ来る前に、はい、バイアグラ飲んできてる。わかるか。100個目きつい。ごめんなさい、もう明日やめてください。え、業界から去れ。嘘でしょ、はい、さっきまで優しかったじゃない。あなたさっきまで優しかったよ。もうダメです、あなたは。追放。はい、追放です。そうですか。帰ってくれ。あ、これ帰んの。はい、楽しくなっちゃって。いや、何よりですけど。